ついにハンギョドンのターンやな。なんかもうこれ化け物にしか見えへんけどな、これ。まあ、ハンギョドンいや、ちょっとこれ穴が開いてることによってさ、ここのなんか、歯の抜けた化け物みたいな。フラッシュ坊主、今ハンギョドンから目が離せないって書いてある。なぜ突然スパイになったの？スパイなの？スパイハンドギョンにスポットを当てちゃいます。どういうこと？あ、もともとはハンギョドンは スパイじゃないやな。このとこだけスパイない。エビせん、好きなものは冷やし中華、エビせん、鍋物盛り込んだな。好きなものタコのさゆりちゃん、これ女の子だって。タコのさゆりちゃんやね。名前がよく知らんかったから いつも一緒にいるけどと思ったけど、多分大体名前全部決まってる。あ、そうなんや。ピクルのお尻かわいい。お前はポスみたいな、ピクルの子供がポスなあ。今日はアイスクリームにしようか、ケーキにしようか。俺この時代どっかで見たと思ったらさ、セブンイレブンの裏の説明文これやったわローマ字でなんかめっちゃ関西弁書いてるみたいな。あ、ついに来たで、ポチャッコが。うちの家がポチャッコだらけになってるから今、うん、アフリカ行ってる。最近親の顔より見てるかもしれない親の顔より見たポチャッコや。永遠にポチャッコだと、まあ、ゴロピカドン、ケロケロケロッピ、みんなのターボ、ハンギョドン。80年代って結構じゃあ台湾1位のみんなのターボがいる、ね、台湾で1位のあの伝説のターボがいる。このポンポンプリンなら欲しい。黄色いキャラクターあまり売れない。確かにカレー食ってそうやもんな犬と一緒やな。そうやな。1996年大型犬ブームやってて、キャラクターの常識を破り描かれたお尻の穴がちゃむちゃむしかもう行ってしまった。もう5人中。もう犬やから。まあ寿命短いからな、多分。ワンちゃんや。すごいね。でもちゃんとこう。もうなんスケジュールまで書かれてんで、お昼寝して3時にお目覚めみたいな、4時学校帰りの友達がたくさん遊びに来てくれた、9時に寝てるわ、でリアルすぎて怖いのでボツみたいな
できれば私生活まで明かしたくないですみたいな。もうだけ頑張って設定考えてさ、リアルすぎるから嫌みたいな。いやー面白いな。いやー海の苦労みたいなのがすごいよ。サンリオの売り場。売り場はサンリオのメッセージそのものだった。